オーストラリアとニュージーランドで開催されている女子ワールドカップで韓国代表が厳しい状況に直面しています。グループ H に所属する韓国はまずグループステージ初戦でコロンビアに0対2で敗れ、続くモロッコ戦でも0対1で敗北、敗退の危機に瀕しています。そして最終節の相手は FIFA ランク2位の強豪ドイツです。他のグループの結果にも左右されますが、韓国には大勝が必須条件となっています。この連敗に対して韓国メディアも厳しい批判をしています。スポーツ韓国は韓国女子代表のスローガンは高強度高く強く挑戦せよだったが、実際の試合では低強度の緩いサッカーを続け敗退の危機に追い込まれたと非難しています。またスターニュースは無条件に勝たなければならないモロッコを倒せず衝撃を受けたと批判。モロッコは H 組の最弱とされており、 FIFA ランキングでも韓国が17位であるのに対してモロッコは72位と格下だったことを指摘しています。聯合ニュースは開幕前の目標は8強だったが、現実は世界72位のモロッコに衝撃的な敗北を喫してしまったと皮肉り、スポータルコリアもモロッコから1勝を計算していた韓国は混乱し基本的なプレーでミスを連発してしまったと非難しています。韓国代表は現地でドイツとの対戦を控えていますが、厳しい状況の中でどのように戦っていくのか多くのサッカーファンが注目しています。彼女たちが踏ん張り敗退の危機を乗り越えることができるか、その行方が気になります。注目の試合は8月3日に行われます。